今回は暑くなってきましたので、こちらのダイソーのリサイクルコットン 100% という毛糸で、このようなドーナツ型のベッドを作っていきます。で、今回はですね、こちらのブルーと黄色ミックスで編んでいきます。はい、では今から編んでいきます。使用かぎ針は6号 3.5 ミリを使います。で、糸を2本重ねて、まず輪を作ります。1、2で交わったところを押さえて、針を輪の中に入れて向こうから糸を持ってきます。で、糸を引っ掛けて引き抜きます。ちょっとキュッとして、立ち上がりの鎖2目を編みます。で、この輪の中に長編みを12回編みます。糸を引っ掛けて、輪の中に針を入れて糸を持ってきて、糸を引っ掛けて手前2本を引き抜く。で、また糸を引っ掛けてこの2つ引き抜きます。はい、これで長編みが1個できました。あと11個この輪の中に作っていきます。はい、12個できました。そしたら輪を引き締めます。まず糸端を引っ張って、で、引っ張って動いた方を引っ張って輪を引き締めます。キュッとして、で、最初の長編みの頭、ここに引き抜き編みをします。はい、これで1段目が完成です。次2段目、2段目も鎖2目立ち上がります。で、2段目はこの長編みの頭に2個ずつ長編みを入れていきます。で、その時にこの糸端は編みくるんでいきます。糸を引っ掛けて引き抜いたところ、この根元に針を入れて、で、この糸端はこのかぎ針の上に置いて、糸を引っ掛けて持っていきます。このように編みくるんでいきます。これで1目に2個長編みができました。同じように残り11目に2個ずつ入れていきます。はい、1周編んできました。そしたらまた最初の長編みの頭に引き抜き編みをします。これで2段目が完成です。で、3段目からはこの図のように編んでいきます。今2段目増し目をしてきて24目になったところで終わっています。次3段目はすべてこれ立ち上がり鎖2目で立ち上がります。で、長編み長編みの増し目長編み増し目を繰り返して36目にします。で、この図のようにずっとこの20段目の長編みのところまで編んでいきます。はい、今14段目のこの途中まで編んできたところで、糸が水色が残りこんだけで、黄色がまだちょっとあるところになってます。で、両方変えるのはもったいないので、ちょっと青だけ変えようと思います。まず糸を引っ掛けて次の目に針を入れて、で、この時に水色は変えるので新しい糸を足します。で、糸を向こうから持ってきます。で、この糸端はまた編みくるんでいきたいので、ちょっとキュッとしてこの糸の上に乗せてしまいます。ちょっとやりにくいんですが、押さえながら糸端を
糸を引っ掛けて長編みします。でまた次の目に行きます。でこの時もかぎ針の上に糸端が来てるのを確認して編みくるみます。で同じように黄色がなくなったら黄色も足して編んでいきます。はい、20段まで編んできました。20段まで編んで直径が約49センチになってます。次21段目はこの図のように編んできたものをひっくり返して細編みを1目ずつ入れていきます。で次はひっくり返すとこちら側から編んでいくことになるので最後の目が分かりにくくなってしまうので、今この引き抜いたところで終わってるので左隣に印をつけておきます。ちょっとマーカーがないのでこれでつけておきます。でまず立ち上がりの1目を編みます。でこのまま裏側にひっくり返します。で立ち上がりしてるのでこの根元に細編みを1目編みます。で次の目にも細編み、ちょっと分かりにくいんですがここが目になります。上から見るとこの2つになってるところを取っていきます。これを1周編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。そしたらこの印を外して細編みを入れます。で最初の細編みの頭がここなのでここに引き抜き編みをします。はい、21段目が完成です。で22段目から27段目までは1目につき、この細編みの頭1目につき長編みを1つずつ入れていきます。では6段編んでいきます。立ち上がりは2目で立ち上がります。ですぐ下のところに長編みを入れます。では編んでいきます。はい、増し目なしを6段編んできました。で次は減らし目をしていきます。で減らし目は今この240目になっているので長編みを8回してこの増し目のところを減らし目にしてで長編みを10回を繰り返して228目にします。これを5段、ここまで16段目にのところまで減らし目をしていきます。では編んでいきます。まず立ち上がりの鎖2目を編んで、で長編みを8回編みます。はい、次は減らし目をします。糸を引っ掛けて次の目に針を入れて持ってきて糸を引っ掛けて手前の2本を引き抜く。でまた糸を引っ掛けて次の目に針を入れて持ってきて、で糸を引っ掛けてこの手前2本を引き抜きます。でこの3本になったところを糸を引っ掛けて引き抜きます。これで減らし目ができました。このように減らし目をして残りとこの 1,2,3,4,5 段ここまでを減らし目していきます。では編んでいきます。はい、減らし目を5段編んできました。次は減らし目をせず1目につき長編みを1目ずつ編んでいくのを6段編んでいきます。はい、5段まで編んできました。本当は6段まで編みたかったんですが、水色がちょっと1玉すごく少ないのがあってちょっとこんだけになってしまったので今回は5段で終わろうと思います。
で黄色がこんだけあるので、もし糸が足りる方は6段まで編んでもらったらいいと思います。今引き抜いたところで終わっているので、今度ここの下の部分に縫い付けていくので、程よい長さを残して切ってしまいます。だいたいこの周りぐらい。で、切ってしまいます。で、今引き抜いたところで終わっているので、このまま鎖編み一つして引き抜いていきます。次は中に詰めていくものを作っていきます。いらなくなったタオルを2、4、6、7枚使います。とタオルを半分に折ったタオルを並べていきます。でちょうどこのタオルの半分ぐらいのところに次のタオルを入れます。でまたこの半分のところにタオルを入れます。これを残り全部やっていきます。このタオルちょっと薄いので三つ折りにします。で長さをだいたい150センチぐらいにして丸めていきます。間を紐で留めていきます。はい、全部結べたらこれを輪にします。でこの端とこの端を重ねてしまいます。でまた結んでおきます。はい、中に入れるものが完成です。はい、こんな感じで入りました。で次はこの中心から数えて15段目、15段目と16段目の間にこの上の部分を縫い付けていきます。でこの15段目とここの目数が同じ数のはずなので、ちょっと仮止めをこのままずっと縫っていったらちょっとよれてくるので、20目ずつぐらいに仮止めしていきます。と20目ぐらいなので、ここが20目なのでちょっとかぎ針を入れといて、で20目なので2針を入れて、何でもいいのでちょっと糸を向こうから出してきます。でここでちょっと仮止めをしておきます。で同じように20目ずつぐらいで一周止めていきます。はい、こんな感じで9箇所止めてきました。で最後のところはちょっと1個手前で止めてます。針に糸を通して閉じていきます。
紐は後で取るので避けておきます。で反対、次また隣に行って出してきて交互に、糸で留めていきます。これを一周やっていきます。はい、一周留めてきました。そしたら針を裏に通します。で裏に向けて留めていきます。もうどこでもいいんですが、ちょっと拾って、でこの輪に通します。でちょっとあれなので、もう一回通して輪に通します。でキュッとして、でこの辺拾いながら横に、これで糸切ってしまいます。はい、完成しました。こちらの方とですね、同じように編んだんですけれども、ちょっと編み方が緩かったのか、だいぶ大きさが違います。猫ちゃんの大きさによって、いろいろ変えていただけたらいいかと思います。